皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4都道府県元千葉県プレイ続きやっていきましょう。ちょっと久しぶりになってしまってるんですが、北の誓い、岩手、秋田、青森、北海道といったところと先端を開いています。ちょっとだいぶ苦戦という状況になるのかなと思うんですが、我慢してね戦っていきたいというふうに思います。では時間を進めていきましょう。あと研究の枠とかスロット、この辺りも埋めていきます。とはいえね、もう大方入れていってはいるんで、他何を入れるかっていうとちょっと難しいところにはなると思うんですが、やれることをやっていきます。あとまあ造船所はねもうそんなに必要ないんですけど、軍事工場は作れるものは作っていきましょう。足りていないもの中心に作ります。まあ補充が足りていないとすれば軽戦車、あとは対空砲も足りてないね。一方軍用トラックはだいぶ足りてるのかな。中戦車も足りてますね。ジェット戦闘機1が研究完了してますので、これもどっかに投入していきたいですね。でさらにジェット戦闘機の2まで研究は進めます。540光日か、だいぶかかるけどまあいいでしょう。で駆逐艦の2、これが新しいものへリプレイスできるので駆逐艦の3へと変えていきます。とはいえ人員が全然いないんだよね、きっとね。人員がいないがために何もできないというか、その海軍のね兵員を、あるいは陸軍の兵員を増強できないという状況になってるんだろうな。あとは軍でいうと動きがないところには投入していきましょう。まああんまり突出させてもね、きついはきついよね。まあ要所要所で休ませながら進んでいくしかないかなという思うので、攻撃戦はちょっとしばらくの間はまあ短め短めというスタンスでいきましょうか。本当はねもう面倒なんでザクザクザクっと引いていきたいという気もするんですが、それをやって師団数を減らすことになるんであれば、まあ、まさに本末転倒というところなので、ここは我慢して短めの線をいくつか引いていきます。まずは飛行場の奪還だよね。そこをしっかりやっていきましょう。まあ戦線は本当に一進一退というところですけど、群馬帝国がどれくらい頑張ってくれるかだよね。あとは群馬帝国といつ開戦してもいいようにということで、群馬帝国との国境に要塞を築いているというのを先にやってる中本末転倒なんですけど、まあ、そうこうしてる間にだいぶね北の誓いでもされてきてるんで、壊滅させたはずの宮城も徐々に挽回してきてるという状況の中、群馬帝国がどんくらい戦力出してくれるかですけどね。群馬のだってさ、もう師団数とかちょっとね頭2つ3つ抜けてるもんね。ただこうやって見ると秋田も結構多いよね、軍属というか軍の兵員が。
あとは禁断の核開発をね並行して進めるしか、まあもう本当にあくまでもゲームなので、ちょっとそのあたりはもう本当に割り切って攻略を進めるためということでね、ちょっと不快に思われる方もいるかもしれないんですが、ご容赦いただいて、核開発ですね、これを進めていきましょう。いやー宮城が結構硬いんだよね。こうやって徐々に徐々に抜けてこようとするからね宮城が。陣営同士との戦いなんで、あとはいかにそのあたりケアしていくかなんですけどね。ここでもちょっと兵員が全然足りないので、徴兵制度を大規模徴兵に一旦変えます。でこれで賄いきれるとも思えないんですが、全然足りてなかったっていう状況から、足りないねっていう状況に少しでも状況を改善したいというところから、徴兵を大規模徴兵に変えています。ではこのまままた時間を進めていきましょう。そしたらちょっとねだいぶ厳しい状況になってきてるので、一旦ですね千葉県勢は軍を引きます。群馬帝国に任せる。まあ本当に群馬帝国が持ちこたえられるかというのは微妙なんですけど、群馬が本気を出したら確実に持ちこたえられるんですよ。やっぱりそれくらい群馬は一強体制といってもいいほどに強いんで、まずは国境を守ります。でそれ以外はもう段階的に引いていくということで、一旦軍を交代させましょう。で一度まあ言ってみれば英気を養うとでも言いますかね、そういう状態にします。まさかここまで北の近いとの戦いで苦戦するとはな。その苦戦してる要因をちょっとしっかり分析する必要があるのかなっていう感じはしますけど、
なんでしょうね。とにかく一旦引きましょう。引いたら群馬がいきなりじわりと。群馬強いよな。まあただ今は一旦引きます。お、原子力研究ができたぞ。これで流れを変える。ご覧の通り、もうちょっと収集がつかなくなってきているので、一旦宮城からはもう撤退します。撤退して、体制を立て直したいと思います。このまま行くとおそらく、師団数がすり減っていくだけになると思うので、宮城からは全軍を撤退、千葉県勢は全軍撤退です。で、まあ、群馬勢の動きを見ながら体制を立て直せるようであれば立て直しますが、難しい場合にはいわきの国で敵軍を迎え撃つという形にちょっとね方針を変えます。群馬帝国がねどこまで持ちこたえられるかというのもあるんですけど、千葉県勢としてはもうこれ以上被害を、膨らますことはできないという判断で、一旦ね、宮城からは撤退します。というわけで、ちょっとね、今回見せ場全く作れずという状況だったので心苦しいんですが、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。で、あとね、ちょっと気になるのが、建設で、原子力が作れないんですよね。なので、核による一発逆転をちょっと狙ってたんですけど、それもね、ちょっと見直しが必要かなというところで、根本的な作戦の見直しが、ちょっと必要になってきているというのが、現実的なところになっています。ちょっとこのあたりも何かいい案があれば、皆さんからアドバイスとかいただければと思うんですが、一旦決めたこととしては、宮城からの撤退です。戦争の状況もね、かなり厳しくなってますね。それにしてもね、岩手とか秋田の被害が全然少ないんですよね。千葉、群馬に比べて。これ何が要因かっていう要因分析は、ちょっとしていかないといけないかなと思うんですよね。まあちょっとそこも含めて
検討のし直しが必要ということで、宮城から全軍撤退の指示を出してあります。では今回はねちょっとここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。